さあ皆さん、静岡大学へ行ってみたいと思います。本日は会話の中でですね、句召集問題5問ございます。比較的短い文章ですので、すぐ行けるかと思いますので、頑張りましょう。さあ皆さん、全体像はこんな感じでございます。今から選択肢をご覧いただきますね。さあ皆さん、選択肢こんな感じでございますので、皆さん、空欄1、2、3ですね。皆さん、一読して考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、空欄1番なんですが、多分この文章中だけではなかなか決めがたいと思いますので、皆さん、2番、3番先に考えていただいてもよろしいかと思います。おそらく皆さん、2番、3番は熟語の知識でいけるかと思います。で、皆さん、空欄2番はですね、これですね、What's wrong と来たら、後ろは with ですよね。熟語の知識でよろしいかと思います。そして空欄3番もですね、右が1がございますので、まあ、選択肢の中これで選べと言われたらこれですよね。4が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんこれに関してはちょっと熟語でございますので板書で説明しますね。さあ皆さん、空書2番と3番でございますが、皆さんまず2番はこれでございます。What's wrong with 点点点ですね。で、どうかしましたか？もしくは何かまずいことでもありましたか？みたいな感じの熟語で有名ですよね。そして、皆さん、カッコ3番ですね。for one thing ということで、一つには、点々点って感じで、皆さん、理由を述べるときに使う表現です。皆さん、ちょっとこういう感じで一応まとめましたが、またあと、この後追加するところございますので、皆さん、ひとまずメモは後でよろしいですからね。ひとまずこんな感じで、次の問題いきます。で、皆さん、問題は空欄1番なんですが、これを考える際にですね、やっぱりこのざっとが何を指しているのかを特定するところから始めていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、おそらくですね、この次の次にですね、皆さん、ざっと shirt ということで、皆さん、シャツの話がしっかり出てきておりますので、このざっとで皆さん、つながりそうですよね。で、皆さん、そこが分かれば、あとはこれですね、衣服。皆さん、衣服につながってきそうな前置詞と言われたら、もちろん正解は、いいんですよね。これに関して、ちょっと皆さん、板書使って説明してみます。さあ皆さん、空欄1番でございますが、先ほどお伝えした通りですね。皆さん、着用、お洋服ですね。これを皆さん、示す場合には、前置詞、いいんと。いうことでよろしいかと思います。ちょっと皆さん例文書いてみましたが、A girl in a fur coat ということで、皆さん毛皮のコートを着ている女の子でいいんですが、皆さんそもそも in というのはもちろん中というイメージを皆さんお持ちかと思います。ですから、毛皮のコートの中にですね、女の子がすっぽり包まれていると、そういうイメージを持っていただきますと、着用を示す場合には前置詞 in を使うというところを皆さんイメージしやすいかと思いますので、参考なさっていただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、文章後半でございます。次皆さん、空欄4番ですね、考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、おそらくヒントにしたのは、空欄4番の左側、it ですよね。皆さん、もちろん指しているのは、このスカートのことだと思われます。で、そのスカートがなんか短すぎるんですよね。で、あとは皆さん、my knees、膝ということでございますので、皆さん、スカートと膝の位置関係、それを皆さん選択肢の中から選んでいただいていると思います。ですから正解はこれですよね。above ということでよろしいかと思います。ですから皆さん、above my knees としていただけると、皆さん、膝の上にスカートがあるんですよね。ということで皆さん、イメージ湧くと思いますが、スカート短すぎる様子とつながってきますので、above が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん、最後、空欄5番でございますので、皆さん、残りの選択肢の中から考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、おそらくヒントはですね、このスクール、学校ですよね。つまり、私と学校の位置関係、それを考えていただけますといけそうですね。で、もちろん正解は、アットですよね。皆さん、アットと言われたら1点。ですので、学校という1点。そこに私がいた時の様子でございますので、at
ットで問題ないと思います。サミさん、お疲れ様でございました。先ほどですね、設問に直接は関係なかったんですが、皆さんこのウェイに関してですね、ご存知ない方が結構いらっしゃるんじゃないかなという感じがいたしますので、ちょっとメモっておきました。さあ、ウェイトゥーショートということで、皆さんこのウェイどうしますかということなんですが、皆さん右側トゥーショートということで、皆さんこれ形容詞です。特にショート形容詞ですからね。ですから皆さんこの形容詞にかかっているということを考えると、皆さんこのウェイ副詞でございます。で、皆さんウェイと言われたらなんか方法みたいな感じでですね、名詞として認識されている方多いかと思いますが、皆さん副詞の存在をですね、ちょっと皆さんぜひ押さえておいていただけるとよろしいかと思います。はるかにということですね。そして皆さん、ここの左側、このあたりもそうなんですが、皆さん熟語の知識ですね、そのあたりもしっかり問われておりますので、皆さん頑張っていただいているかと思うんですが、熟語詞、もしまだやってませんという方いらっしゃいましたら、やっぱりこれぐらいですよね、戦後ほどはやっぱり必要になってくるかと思いますので、ここは頑張っていただきたいなという感じがいたします。そして皆さん、一応これで皆さんもうまとめになるんですが、もし知らない情報があったらですね、この後ノートを取っていただいて、で皆さんノートを取った後はいつも通りこれですね、赤シートで隠して皆さんスラスラ言えるというところ、皆さん頑張っていただけるとよろしいかと思います。いきますかね。ということで、明日以降もよろしくお願いいたします。